ド土曜スペシャル。今日はアリオシティから公開生放送でお送りしています。さあ、私のやはり今日はね、3人のメンバー来ていただきました。温泉組の皆さんです。よろしくお願いします。いやこういうところのこの特設ステージでこうライブすることってあります？いやもう緊張します。いらっしゃいませ。もうまたこのバンダナが似合ってれば本当。さあということでですね、一応ラジオでは分かりにくいんですが、私ちょっとこういうジャケットなんかをこうねちょっと着込んでちょっと張り切って今からのステージやろうと思うんですけど、リーダーこういう赤色のジャケット見たらもう誰をやるかパッと分かるでしょ？もちろんありますね。ルパン三世。ルパンちゃん、皆さんよろしくねってルパン男子。違いますね。じゃあね、こういうカツラをかぶっていくと分かるかな、こういうね。あ、さあ、これで、ね、なんとなく分かってましょう。やっと分かりました。分かりました。はい、武田鉄矢。はい、どうも、武田鉄矢でございます。皆さん、今日はよろしくお願いいたします。これも違うしね。もうこれ分かりにくいんやったらしゃあないな。もうじゃあこれに行こうか。これで分かってくれるんちゃう？これで、皆さん分かった方誰でしょう？さあ、バラバラでありがとうございます。沢田健二とかジュリーとか沢田とかいろんな声聞こえましたけどね。じゃあちょっとね、このレコード大賞をちょっと取ったこの曲をですね、私のライブでやらせていただくのは初めてでございますので、ぜひじゃあにぎやかにちょっと温泉組のメンバーよろしくお願いします。それでは行きましょう。ジュリーで勝手に仕上がれ。いかがですか皆さん、ライブ、この生音楽というのは、いいですね、本当にね。さあ、ということでね、1曲目はちょっと12月の31日に日本レコード大賞というのは昔ね、この曲で撮られた沢田研二さんの勝手に仕上がれということでお届けさせていただいたんですが、まあでもね、福井の方でね、ライブをさせていただくようなこともちょこちょこあるんですけれども、福井県のお客さんっていうのは絶対にあの方の曲をやらないと怒られるんですよ。わかりますよ。どこ行ってもね、どこの都道府県行ってもそんなことはないんですけども、福井県に限ってはこの方の曲をやらんと怒られるんですよ。わかりますよね。福井県が生んだスーパースターといえば皆さんどなた？せーの、ちょっと揃ってきましたね。
五木ひろしさん、これ五木ひろしさんのモノマネせえへんかったら結構ね嫌な顔されるんですけど、僕1年前ね五木ひろしさんのモノマネできなかったんですよ。で悔しくて悔しくてね、それから1年間血と汗と涙のにじむ努力の結果、昨日五木ひろし完成いたしました。ありがとうございます。もう今日のこのね2014年のこの1月の4日のパリオシティさんのためにお届けさせていただく、そしてこれだけのために温泉組のメンバーもあの名曲をカバーしてくれました。さあそれでは私も五木ひろしさんにちょっとなりきってお届けさせていただこうと思います。それでは皆さんお聴きください。横浜パソガレ、映画村のあの床山さんにわざわざ頭のサイズも測って作っていただいて、もうこの中私の頭の形になってますね。見ますこれ私ぴったりなんです、私ぴったりなんですけどね、これでかい方が頭でかい方ハマったらこれまたハマらへんという、このように一つのカツラが贅沢なカツラの使い方しましたね、本当に今ちょっとリードかぶってみたら、これねリードかぶってみたらね、これねこれ入らへんこれリード頭ぐちゃぐちゃになりました。大丈夫ですか、すいませんね、よかったラジオで、よかったラジオでね、はい、さあでも楽しいっすねこれね、あ大丈夫ですか、はい、大丈夫、これリード目、あの目悪いから眼鏡かけてると思ったらこれ何にも入ってませんよ、これ全然入ってないですよレンズが、そういうやり方もあ、なるほどね、おしゃれですよね。さあ私もあのちょっと真面目にもうちょっとねやらせていただきたいんですけれども、こういうふうななんていうんですか、パリオシティいろいろなお客様が来られますし、ちっちゃいお子様からそして年配の方まで来られるということでですね、やっぱりこの万人受けする曲なんかがいいなってリード思ったんですよ。でも万人受けする曲っていうのはどんなものがあるかって言ったら、やっぱりこのコマーシャルソングになったやつとかはね、皆さんテレビご覧になるからコマーシャルソングになったような曲だったらどっかで聴いたことあるん違うかというのでいろいろ探してみたところ、この曲、まあこの歌ってる方は亡くなられた方ですけどもね、元 RC サクセションの今和野清志郎さんという方があの海外の曲をカバーされてるんですけれども、これ CM ソングになりましたよね。なりました。何かは忘れたんですけども、多分カップ麺系じゃなかったじゃない、カップ麺ですよね。その曲をじゃあちょっと一曲いきますか。それじゃあお届けさせていただきましょうね、デイドリームビリーバー、これいきましょう。もう今は早く目覚ましがあっても、そういつも彼女と暮らしてみたい。
座っても皆さん、この曲ね、聴いて分かっ、聴いて、あ、この曲聴いて分かったっていう方っておられます。あ、聴いて分からん、もう前から知ってたっていう方ね、聴いても分からんかったっていう方やっぱおられるんですね、こういう方もね。なんかね、あの、ちょっと今座ってるリーダーこうでパッとこう座ってると、やっぱ女性の方が多少男性の方よりもちょっと多いかなっていう感じがしませんか。嬉しいですね。嬉しいですよね、はい、割とね、こう女性の方がね、こう座ってこちらの方注目されてたら、演奏する側とか歌う側とはっていうのはちょっと緊張したりするもんでね、だから綺麗な女性、うわ見つめられてるとかね、うわ本当目と目があったってなったら、こう手がちょっとドキドキしたりとかするでしょ。うわなんかこうめちゃめちゃ緊張するわみたいな感じなんですけど、まあ今日は緊張することもなくやられてるんだよね。いやそんなことない、そんなことない、そんなことない、めちゃめちゃ今ドキドキしてますね。あんまりこういう近い距離ってないんですよ、ステージとね。これがもう今も同じステージというか、段差高いところに我々立ってるわけでもなく、お客様と同じような位置で、ね、そしてリーダーキーボードをこうちょっとものすごくね、弾いていただいてる男性の方なんですけれども、ものすごい地味ですね、体ね。僕中学校の時の先生を思い出しました。なんかワイシャツにネクタイして、その上になんかこうねちょっと暖かいもん着てて、でめちゃめちゃすごい地味な格好やのに、メガネだけなんかおしゃれなんですね、白いメガネが浮いてる状態でございますけれども、さあ女性が多いということですよ。ということはちょっとね、若い女性に人気のあの方をちょっとやろうかなと。こういうジーンズが似合って、そしてちょっとおしゃれなジャケットの中にね、そしてせっかくですからカツラもシャレカツで、ちょっとおしゃれカツラ、ちょっとこういう風なね、かぶって、今冬用のタイヤのコマーシャルなんかに出てる、年の頃なら40過ぎ、でもめちゃめちゃ人気がある、オールナイトニッポンというラジオ番組をやられてる、あのできませんのでね、ちょっと福山雅治さんをちょっとチャレンジしてね、ちょっとお届けさせていただきましょうかね。もうここに集まってくれてる皆さんが私のファミリーというような、そういう気持ちでちょっとお届けさせていただきましょう。名曲、結婚式なんかでこんな曲歌うといいでしょうね。家族になろうよ。ちょっと低すぎるね。あ、ちょっと中間ぐらい。中間ぐらい。
めんなさいです。ちょっと調子、ちょっと緊張してちょっと声が上ずってしまいましたね。じゃあすいませんが、もう一回お願いします。幸せになろうよ。どうもありがとう。福山雅治のオールナイトニッポン、こちらもよろしく。いや、気持ちよかですわ、本当にね。言ってるのにね、あっという間に時間過ぎますよね。持ち時間が一応2時ぐらいまでということで、もう残り4分ぐらいになってしまったんですけどね。さあ、通常は温泉組さんっていうのはメンバーはどのぐらい連想されてるんですか？メンバーは20人いまして、ね、20人を別に弾くわけじゃないですね、はい、ほとんどそのオーケストラになりますからね。意味であのバラバラで動いてますから。あ、バラで大変仲が良くてバラバラで大変仲が良くてバラバラで動いてる、はい、大体2、3人にしたあのね、ここにドラマが入って、ね、ドラマちゃいますね、ドラムが入って、で、あと、まあ、これが一メンバーぐらいですか。さすがにやっぱりあのパリオシティさんってズズタタはちょっと音がね、ちょっと、ということでね、あのせっかくですから、ちょっとメンバーの方を紹介させていただこうと思います。さあ、ギターでございます、リーダーの山田さんです。さあ、そしてこちらのエレキギター、増永さんです。さあ、そして、体育の先生です。ババさんです。キーボードのババさんです。さあ、よろしくお願いします。さあ、ということでね、ちょっとあの、ふざけすぎてもなんなんで、はい、ちょっと最近の曲も一曲お届けしようかなと思いまして、まあ僕もね、この映画まだ見に行ってないんですけれども、すごくいいということで、本から今スタートしてるんですよ。永遠のゼロという映画が今公開されててね、こちらの方の主題歌はあのサザンオールスターズが歌ってるということで、じゃあ最後にびっしりとちょっと決めさせていただこうと思いますんで、お送りさせていただきます。サザンオールスターズからホタル。夏が来るたび、あの
人同じ風が通り過ぎていたよ。涙見せぬように笑顔でさよならをまた会うと約束をしたね。闇に飛び交う蛍に連れられ君がいた気がする。こちらをちょっと春ぐらいまではねこのホタルで行こうかなと思ってちょっとボケも考えてみたい。さあそれではサザンの歌で聴いていただきましょう。ホタルって言ったらホテルがかかるホテルってホテルっていうわけで何回も行こうかな。なるほど。こんなラジオで言ってどうするの。本当にネタバレっていうね今年はまた楽しみです ね。ちょっといろいろとねまた温泉組さんとね企画をさせていただいて、はい、ぜひともねまたフルな感じでねちょっとショーをさせていただこうと思いますんで企画しますんで皆さんその時はぜひともよろしくお願いいたします。お送りしましたのは大変まさこ水温泉組モノマネショーでございました。土曜スペシャル in パリオシティ。今日の土曜スペシャルはパリオシティ2階のセントラルコートから公開生放送でお送りしています。